足だよね。車だよね。車運転する人だよね。いや、私バブル生きてないから、神奈川ちゃん。私バブル生き抜いてないよ。そんな年じゃないです。もしも命が、これ来ますよ。はい、はい。きまーす。やいぞみ。月が綺麗な夜に、森の中でただ一人、この世界から旅立つ前に、これまでの日々を浮かべる。裕福じゃない暮らし、それでもいつだってそばには母の優しさ、僕の隠れを大好きだと言ってくれた人。二人生きるために夢も捨て働いて、それでも訪れ別れ。そんな時に君に出会い、恋に落ちた、愛を知った、幸せだと燃えたのに、どうして大切なものばかりが消えてく、消えてく。ああ、この世界とさよならしよう。会いに行くよ、今すぐそこへ、君がいるところまで。ああ、愛してる、ごめんね。その時君の声が聞こえた。そうやって自分で全てを終わりにしてしまえば、もう誰にも会えないんだよ。ずっと満月の夜に、月が話しかけて、そして不思議な力を僕描いたものに、命を分け与える力。枯れかけた草木も息を吹き返す、僕の残りの時間と描いてく現地を元に、少しずつ分け与えてく。生きる意味ができたんだ。そんな時あなたと出会った。同じように悲しみの中で生きる、自ら旅立とう。泣きながら彼の名前を叫ぶ、あなたを見て決めた。一日だけ残して僕の命捧げて描いた。そして彼は目を覚ましたら、僕が起こした奇跡に涙流し喜ぶ。私が描けたら、夜遊びさんでした。ララーのとこ知ってたんだ、こちゃん。ララー知ってたんだ。ありがとう。ちょんって。